はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヴィーナス11ビビット始めていきましょう。毛布収集か。ん？なんか結構お金増えてない気のせいか？何をやればいい？ヴィーナスリーブかな、やっぱり。これなんだろう。そう、挑戦やっていこう。なんかようわからんけど。意外と強い？これ相手。あ、超えられない。インターセプト。敵強いな今回。簡単に勝てないのかこれ。初球打ってるけど、これはなんと超えられた。一進一退の展開だ。珍しいなって最近だったら。相手を積極的に技使ってくるし。そうそう、シュートを決めたいが。ビッグダイレクト。でも技使ってくるな。だから越えて、ようやく先取点を奪いました。なんとか勝ったな。でも危なかった。なんとリリースが MVP。 引き分けだと負けなんだ。勝たねばならない。あれこれってザホゲボワーズっていうのとやってみよう。あれなんかメンバーもっと強いのいたような気がするけど。先生か。ちょっと一度戻ってみよう。チームの編成見てみよう。確か7とか8とかいなかったっけ。気のせいか。これこれで、ね、編成メニュー。何かポジション変更。なるべくレアリティ。まあ4とかほとんどいないから、これがベストメンバーだろうな。あとは3ばっかりだし、残念ながらこれが今のベストメンバーだったようだ。とりあえずアホゲボーハーズってやりましょう。2とか弱いんだけどな。なんかかりんとうみたいな感じかな。試練をどんどん乗り越えていかねばならないってわけな。正直中級以降で勝てる気がしないな。あとバーに嫌われた13人目の選手。いつもこの辺のクラスを選手とやってたのか、チームとやってたのか、リーグ戦って全然疲れてないからこのままいける。ニックダイレクト、お、すごいね。ゴール決まった。でブルードッグスと対戦、だんだんこれ強くなってくるパターンだよな。あら、宇宙への捕らえた。簡単に勝てる相手じゃないですね、これ。何これ。さあ、参戦一気サイトで。ああ、ダメだ。これ、越された。オープンザゲート。リースしか当ていない。相手が思った以上にだからスキル使ってくるよな。ナイス。そうそう、点を取らないと負ける。あっと、インターセプトを食らう。これ時間がない。ナイス。相手を、そうです、スキルを使いますが、これを超えた。さあ、決めたい。リークダイレクト。ここで、取られてしまう。これが多いよな。そこで時間が切れてしまった。まだ経験値がいるってことですか。一スイナーではいかないっていうのは本当だったんですね。前半ハイパーズ、後半ハイパーズってなんだよ。何これはすごいな、このスキル。あったすごいな。あ、ナイス。唐沢瑞希。相手のだから結構スタミナっていうか、そこの値も有能ですね。なので簡単にはいきません。これは大きな壁だなぁ。相手はなかなか持ってますからね、数字。作業温度40しか、これ、消せないのか。結構この消費する技だからな。ほとんど時間がない。シュートいけ！超えた。そして、シュートに行けない。圧がきつい。2人が待ってんのか。支えこいライブ。ナイス。さあ、ゴール前が近い。どんどんシュートいったね。シュートいかなきゃいけんぞ。うさぎ温度が来た。だが、うさぎ温度を抜ける。リークダイレクト来た。相手も技を当然使ってきますよね。だがそれを突破制して、チャンスです。そこはスライド。超すごいシュート。なんだこれ。さあ、もちろん相手もスキル使ってきますが、あ、取られた。試合終了です。勝ちました。この人レベルマックスになってんな。戦績？予選リーグ B は5位か。あんまり神4杯行く人が多くないのかな。何この神4チケットって。スカウトとかで使えるチケットなのかな。よく見てなかったが。今6か。はい。しかもすごいチームに貢献してます。特訓って言ってもこれ、今ですね、フルの能力なんですよね。当たり前じゃないですか。もう一個あげるよ。持って、そうじゃなくて、衣装は、まだ好感度が上がってない。特訓？あとレベル上げるやつがあったな。これだ。再びはちづる。試合開始です。半分使っちゃうんだよな。普通にシュート打って入った。はちづる。シュート打つ。自分でも決められるんだ。それって普通に強すぎないか？助っ人が。はちづるが最強かもね。前半戦終了です。後半戦開始です。シュートですね。3点目です。アクションポイントを稼ぐにはスキルが一番。終了です。お、レベル上がりました。その心はど真ん中。昇級に挑戦です。あ、パワーオブキュリーが強い。パワーオブキュリー超えた。戦士点じゃない、奪われたんだ、戦士点を。級の壁はすごいな。うん、超えた。早く同点に追いつきたいが。終了です。後半戦開始です。不利だな。相手もすごいスタミナ持ってるしな。スキル使い放題だからな。お、こちらはダメだ、及ばない。シュートになった。パワーオブキュリーはダメだ、抜けられた。ちょっと短めですが、この試合までで抜けた。ちゃんたまもいずれやらないとな。これなる？取った。惜しくも敗れました。やっぱり力差あるよな。経験値は得たな。お、メンタルポイントが増えた。たくさんありますね。いつもありがとうございます。そういうことか。今日の話か。1番とかすごいな。短パンまあ通常リーグとかまたいずれやらないといけないですね。今7部ですが、このシアトリセイラの挑戦状に初めて、調整しました。でもまだ上には上がいるんですよね。初級で突破できないとなるとまだまだ厳しいかなと思います。なので、普通のリーグ戦で力を磨いてってことにはなるかと思いますので、アイテムを稼いで、頑張っていきたいと思います。はい、今回はここまでです。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローお願いいたします。ヴィーナス11ビビット遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。